はい、どうも、神庵ゲームズ、神庵です。今回も戦国無双5、無限編、光月城決戦、やっていきたいと思います。織田勢による西国攻略の最前線となる光月城では、尼子勢がお家再興をかけて、毛利との戦いに臨んでいた。しかし、毛利の大軍に対し、尼子勢の手勢はわずか。毛利の進出を警戒する信長は即座に援軍を派遣する。先行して出陣した秀吉と鹿之助に光秀も合流すると、窮地の尼子勢を救援すべく光月城へと急いだ。光月城決戦。待たせたな、秀吉殿、鹿之助。状況はどうだ？来たな、光秀。光月城はだいぶ攻められちまってる。こりゃあんまり悠長には戦ってられねえだろうな。そうか、ならば速攻戦を仕掛けるが上策だろうか。鹿之助はどう思う？ああ、そうだな、俺も光秀と同じ意見だ。任せてくれよ、俺誰よりも頑張るからさ。鹿之助。よし、そうと決まれば善は急げだ。行こう、二人とも。よし、おいらたちも行くぞ。鹿之助の息に負けてられねえな。ああ、鹿之助、何やら様子がおかしいようだが。よし、俺の出番だな。一丁手柄を立ててくるか。よし、急いで光月城へと向かうぞ。浅井、勝久様、まずは奴らの砦を制し前線を押し上げる。全軍進め。光秀と力を合わせて勝久様を助ける。黙れろ。し、引っ張らないようにしないとな。黙れろ。秀はすごく強くなったのに、俺はまだこのままで本当に尼子を救えるのか。敵将、やってやったぞ。耐えきれん、引かせてもらう。見事、さらに精進せよ。終わらせる。今は引くしかないか。だがこれで終わりと思うなよ。オイラの出番だ。やるではないか、鹿之助。その息で進め。そっちこそ。そうだな、今自分を信じるしかない。主、こたびの戦、主はどのように見ていますか？五分五分だな。毛利の策略は侮れねえ。ただオイラたちにも勝ち目は十分にある。この戦で織田のオイラたちの力を存分に毛利に見せつけようぜ、カズージ。任せろ。なんか企んでるのか。今気にしても仕方ないが、先へ進もう。この気を逃すな、一気に攻める。よし、この勢いのまま毛利を攻め崩して光月城へと向かおう。行け忍び、雨子を闇に沈めてしまう。何やつ。うわあ、だ誰か。来たぞ、者ども、撃て。止められたか。この状況どう切り抜ける。何、光秀が攻められてる。じゃあこれを奪
掴んでいったのか。味方が頑張ってるみてえだな。よし、オイラも張り切らねえと。勝利のために光秀の力は欠かせない。今すぐ助けに行かないと。鉄砲隊を倒して光秀を助けよう。倒し足りない。なんとか切り抜けられたか。俺より一層フルートしよう。ここは一度引く。弓兵よ、奴らの足止めは任せたぞ。弓兵が控えていては進軍がままならない。進路を変え、南西砦から光月城へと向かう。確か光月城には裏道があったよな。それを使えば気づかれず進軍できるはずだ。くそ、どけ。早くあのことを戦えなきゃならねえってのに。人間が襲われてるみたいだ。見過ごすわけにはいかない。助けに行こう。道久様がいねえ。まさか裏切ったんじゃ。やってられねえな。俺たちも引くか。道久が裏切るなど到底信じられぬ。毛利の策なのだろうか。好機だ。いざ攻め入ろう。どこだ。あ、敵が城内に。援軍はまだ到着せぬのか。鹿之助、より一層強くなったようだ。ここは引こうか、あるまい。突出とは青いの。やっちまうぞ。手柄はもらった。勝久、お主の首は毛利繁栄の供物となる。見くびるな。たとえ私が散ろうとも、雨子の執念決してついえはしない。裏裏だ。平凡どよほれ。敵将、オイラが討ち取った。フルはなんだか。お手柄です、主。オーラは確かに見たんだ。道久様が怪しい奴らに砦に連れてかれるのをな。何、道久様が。織姫、なんて卑怯な手を。道久の拉致が嗅ぎつけられたか。鼻の利く奴らめ。おじい様の命により開門いたします。開門。きっと勝久様は道久様を心配しているはず。急いで道久様を助けないと。おじい様は全てお見通しなのです。これより先には行かせませんよ。平門。兄上、みんな、私は無事です。ご心配をおかけしました。開門。道久様、裏切ったわけじゃなかったのか。俺たちすっかり誤解しちまってたよ。道久が無事でよかった。これより一層フルートしようか。光秀を城へと進ませないと。砦の敵は俺たち残りの将で引き受けよう。そこだ。
は引こうかあるまい。鹿之助、より一層強くなったようだ。引かせていただこう。敵の侵入を防ぎませんでしたか。開門。できることがある。このまま自分を信じて突き進むぞ。鹿之助の言っていた裏道はこれか。皆この場は任せた。俺は城へと向かう。お相手いたす。我ら再び水産。今度こそ奴らに一泡吹かせてやるわ。やっちまうぞ。おいてめえ、その首ここに置いていけ。兄上、私の力お貸ししますよ。父上の元へは行かせないさ。敵将、おいらが討ち取った。力を及ぼすか。やっちまうぞ。お手柄です、主。手柄はもらった。おら、いや、無理かな。この地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。そんな、でも光月城まであと少しなんだ。信長様の命でも俺はまだ戻れない。光月城はもう間近。迅速にことをなせば播磨への参陣は間に合うだろう。ならば鹿之助の思いを尊重したい。全軍速やかに毛利を討滅せよ。出番だ。弱っちいのは俺の方かよ。ああ、つまんねえ。私では至らないというのか。勝久、ただいま参りました。手柄はもらった。鹿之助、俺は着いたぞ。お前も早く向かってこい。開門。向こう一ついただきだ。聞かせていただこう。なんと目覚ましきご活躍。まずい、敵の増援を元成と合流させるな。よっしゃ、なんとか合流は防げたようだ。
だが近い。そこだ。貴様の首今日こそ落としてくれ。頼む光秀、力を貸してくれ。俺たち二人でこの戦を終わらせよう。ああ、劣化の蓄え、今こそ叶える時だ。互いに磨いたこの力で毛利を倒そう。貴様らは目障りなんだ。毛利の繁栄のためこの地で散れい。終わらせる。黙れろ。撤退までの刻限が迫っている。急ぎ勝久殿をお助けせねば。急げ。黙れろ。奴らの結束読み切れなんだか。貴様の勝ちだ、しかよ。その執念、覚悟、恐ろしきものとは。討ち死に。やったのか。ついに俺は。光秀、俺ついに毛利を倒せたんだな。ああ、紛れもなく鹿之助の奮戦によるものだ。よかったな。そんな、俺光秀みたいに強くないし、今回だってみんなの力がなけりゃどうなってたか。何を言う。支えられていたのは俺の方だ。お前の明るさと信念の強さに俺は勇気づけられてきた。だからありがとう、鹿之助。お前がいたから、お前と誓ったから、俺はまっすぐ歩んでこられた。そっか、そうだったのか。ああ、やっぱりかなわないな、光秀には。よーし、こうしちゃいられない。光秀、俺はまだまだ走り続けるよ。毛利を倒してからが本当の天子最高というわけか。ならば俺もお前に負けないよう刃を研がねばな。へへ、俺も負けないぞ。まだまだ頑張ろうな、相棒。以上、神庵でした。バイバイ。